でそこの中がこう。ここは空洞かい。空調もどん。おお、あれでゴリラダメやらよ。人間はじゃねえでは。いや、風が入ってしまう。うん。うん。おっ、ガラスが。うん。わ、でか。山に来ました。はい。3日ぶりに、はい、というのはね、我々少年時代のチャンネルを見て、はい、あーほら山でカズラでターダンしよったから、うん、それをやってみたいというね、謎の中学生がお便りいただきましてやってきました。あとは分からない、もうカズラなかと、カズラち分からんどない、大体カズラっちょ標準語じゃないの、カズラって。あ、違う、違うだっち、何ちゅう、どら、つるくさ、つるやろうな、つる溶け回ってから、カズラチ標準やったと。じゃあと今ほとんどじゃあ突っ込まないしょ。なんで俺やめたの。岡部と一緒で。ああ。カズラ、カズラチ感じが出てくるやろ。カズラチ。うん。わあ、それ落ちるか落ちるか分からん。いや、パソコン出てくるやん。で、来たち。カズラチグーグルから出てくるぞ。ああ、そうかそうか。ちゃんと説明もね。はい、了解。ということで、はい、謎の中学生、はい、来てごらん。次は少年登場です。少年登場です。はい。謎の少年。少年 A、 A やな。少年 A ということでね。年齢は言っていいですか。年齢は21歳です。18歳。88歳です。88歳。見ると、わずわこ見るな。88歳。よが88歳で。まあ、今日はちょっとね、そのカズラでターザン。はい。ターザンをチャレンジしてみる。よし、じゃあ行きましょう。時あってほら、もうそっきほら。夏休みということでね。夏休みやろ。夏休み。よし、まあ訳のわからん少年ですけど、せっかく訪ねてきた。床から出ようしてる。床から出ようしてる。鍛えちょっとこやこ。まあ今が普通のドラゴンのままね。うん、はい、どうもね。はい。はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。先行きましょう。はい、ここずいもわずいやぶやったらどこら取れよかった。あ、最初ね。はい、はい、はい。もうどうすっか。まあが進んでいきます。前人未到の山ではありません。アリやらよ、これアリ、アリの巣で、こう卵、アリが卵、卵、白いのが卵、こんしゃ働きアリ。食べたことない。食べたことない。あ、そうね、おいしいらしいよ。おじちゃん食べたことないけど。おい少年、行け。ターザンじゃ、ターザンって知らんか。ターザンの知ってるやん。アニメがあったやん。ここに膝を入れてこない、一回。膝、うん、一回ここ持って、上持って、グッとぐれる。足が見せたから。じさんがないわかいほど、じさんがってことだろうから。じさんがせんみせ、じさんが登れしちぎるかもね。じゃあね、じさんが登れや。手だけで登っていくだろ。おー、すげえ。手だけで登れだろ、これ。いや、登れてなかったですけど、じさん。どうぞ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 、はい、もう一歩、もう一歩、はい、待って、やめる、まあ、力がいくらだ。スパルタジジやね。まあ、全日本監督やって我がでプレイセーチャーさ、別やじゃん。まあ、別は別は。まあ、素晴らしい首相は身をもってやってみせると。やっぱ私がやってみせないからですかね。ああ、先輩やでに、全日本クラスの。なあ、ジジイの先輩で、ほら、少年ジジイやで。少年、少年、少年ジジイが登ってみせるから。少年ジジイがターザンの手を見せないから。おお、少年ジジイ。せっかし来たたうっせっせや。なあ、それ、寝栄えを切ろうか。いや、次はパソリアンや。あ、いや、それ分かってから話せよ、こういえば。目見りゃあ、ほんまにせたたしちぎっとて、もう怪我やんなかわけ。うん、なもしたお、おがぶら下がったたしちぎえたってよ。最下部したね。
少年よく見とけど。え、その高さからもっと上からせんと。怪我をさすか上手ね。なこっち来たらこれあんの。まあともに行くってな、リュウさんがどけな。うん、わかるわかる。あ、見てな。うん、はいはい。よし、見てるぞ。ピンターキーつけとらんな、上からしちゃくとらな。うっかいうかもしたんね。はい。おーおー、ガーン。大丈夫じゃ。わかったか。少年。途中で話すんだよ。よ。途中で話してみようかというさ。あ、スパイダーマンなんか途中で話してパッチこう次の。打ちとね。うん。その数な飛びつってるスターオイが。うんうんうん。おいい、ダダダンダダダンダダダン、わぜいい挑戦に。とそうじゃ、こっちへ行くと、あっちで今ある、まあ、のサインコサインタンジェント全然なあ、サイン一コンチよ、そうじゃここせいな。いや、いいっちょ、戻んのや。まあ重かった、ただやって。さっきと一緒の軌道やらよ。高いな。うん、ちょっと、あ、やべ、あっち木の収めとかね。引力の計算がなっちゃうんやかね。やってみせ、行って引かせて、やらせてみ。褒めてやら、じば、人は動かじ、ちゅばてんは、内遊点、内遊点行かせてやせんなよ。少年が生まれて初めての。あ、話しちゃった。生まれて初めて。生まれて初めて。あの学校に中っけ。シュシュンって滑るやつあるけど、なんか。ロープがあらよ、学校に貼らん、登るロープが。登るロープもなんかないです。もう今なかと。小学校の時、一番上で登る競争体育でさせられおったわね。あ、ないですよ、多分。ま、あれで用紙とは、怪我せんかったもんじゃ、ジョモイは、はっきり言って。いやもうな、あいやと。あん中で、うん、高いわ。おう、どう考えても、あ、わっぜ高かっただよに。こっちはもう、俺はもう、脳でガラゴッタン。ガラゴッタン。思うんじゃって、俺は三角ジムの一番上をまたがっとか一番それかぶった。あのね、手は最初にもう一番上を、もう伸びきった状態の方がよかよ。そう。伸びきった状態だとね。で、木の方に飛べ、蹴れ。腕力が流れよう、うん、そう抱きつくんだぞ、そのロー、とりあえず足を離せな。行ってごらん一回、そう行ってごらん一回、そう OK、 おーしゃ、うわ、よかった、うわ、よかった。大丈夫かもね、軌道がね。おーおーおかしがすりゃまだどでもいいとら。ああ、もうそのまま。あれ、じさんな、千味せんとけ。じさんが千味する。ああ、俺命がなくない。下がった途端にひっちぎるとね。たったとこいなだかで、ね、ひっちぎれてんよかったよさ。わが家みじらんなんじゃな、ほら、少年、気に激突すとか蹴れど足でね。だから外に出れよ、外に。ヘルメットが出大丈夫やと。足でジャンプみたい。おう、外に行くんだぞ。こっちに、うん。よっしゃ、上手じゃらお前、上手じゃら、上手じゃ、腕力もある。一級の絵をあげよう。やってみたな、いきなり一級じゃ。第一段階は印鑑合格。うん、そう、ママははしゃいだね、ちょっとだよな、土砂関係に言うか。少年に負けたらいかんじゃもてよ。少年は汗一つかいちゃうんだろ。ああ、もう汗、はめきがたがたっとよ。うれかて何度ち今ターザンをしたよ。あの、小バネ2個ねがんよ。こんやつ見しようかとよすんじゃ。はい、帰ってきました。少年、ずっちゃったね。ずっちゃったね、下地わからんか。上手でした。まだ今からあ、こうおじさんが今期に登ってジャンプとか、あの今度来るときはちゃんと草刈り機を持ってきてね、小針を誘ってということで、あの謎の少年が訪ねてきました。ただのやりたいということで、上手だったです。皆さん、ご視聴さんの皆さん、拍手だった。拍手。あ、上だね、
赤卵わけ衰えかっせな。ビビッとなっちゃうわけよ。そう？あ、そっか、背高かね、ビビらんわけやね、逆に言うやな。え、どうでしたか？もう、怖かって。あ、怖かったの、最初は。うん、何度も黙って一人で何度も絞ったわね。楽しかったの。1回目が勇気いるから。あ、1回目は、まあ、まあ、どうなるかわからん。はい、ということで、はい。まあ、皆さん、またご飯と、はい、夏休みだそうですよかな。夏休みやって。うわ、毎日や。な夏休み。毎日本絞るんじゃない。だからね、まだ気をつけて、頑張ってね、学校もね。はいはい、一人でも出はないか、こっから。ありがとう。一人で買いがないか。うん、自転車で買います。頑張れよ。頑張れよ。偉いな、偉い偉い。まだ終わるぞ。はい、さよなら。あ、ほんまっすか。おい、せばっかは僕たちを。